くじ抜けにバカじゃないかと。そこはまさにそういうもっと大きなものを守るために、そこから自分がね、火を受けてもくじ抜けに抑えて今ここですよ。よろしく。みんながいないと、だからそう言って憲法に必要なために知ってていらないから、憲法はいいです。確かに今回1月のスピーチで取り上げたと思う。でも憲法にそういう禁止したい状況とかあれば、もっと多分あの経緯に禁止自体を法律の立て合わせで初めて命令できた。いや、個人の権利、分かんないかと。いや、そこはまさにそういうもっと大きなものを守るために個人の権利を抑えて今はこうですよっていう、だからそういう意味で憲法にそういう精神も規定もないから余計弱いんです。確かに今回私はこうすべきだと、でも憲法にそういう緊急事態条項とかあればもっと多分の経緯に緊急事態を法律に基づいても発令できたのかもしれない。みな18歳で国防の義務ということとセットになっています。そうでしょうと。つまり、この国を守る義務があるから主権者の、としてのですね、権利行使、最大の権利行使であるこの選挙権、投票権を持っていると、こういうことになっている。それを翻って国内に当てはめてみますとですね、まず問題は、その国防の義務というものがですね、日本の中であるのかと。でこれは憲法には全くそういうこと書いてませんけれども、書いてあろうがなかろうが当然、この日本人が主権者とするなら主権者が国防の義務がないなんてありえないわけで、とにかくそういうことが明文規定としては書いてないというのはかなり私は問題だと思います。新しい教育の方には教育の目標を新しく書き込みます。例えばその中には愛国心を書き込みます。学校において国のために命を懸けるやつなんかバカだと勉強を教える先生たちがおります。例えば昨年の東日本大震災において南三陸の女性職員は一人でも多くの住民を避難させようと最後までマイクを握って津波に飲まれた。彼女が教えてくれたことは損得を超える価値があるということなんです。損得を超える価値とはそれはかけがえない祖国を守るためなんです。あの先ほどの人権というあの権利だって何らかの義務があって、初めて権利が生まれる。日本の国民としての義務って何かっていう、それが抜けてしまって人権だけが出てくる。憲法では、権利や自由というものが前面に出過ぎていて、義務と責任が引っ込んでいるような感じ、個人の権利や自由を抑えるということも必要だと思います。私は、義務なき権利はないし責任なき自由はないという国柄をやはりこの憲法の方にも明記しています。違うだろ。ちなみにそのよく義務と権利の話ですと、義務と権利はトレードなんだとか、義務というのを果たして権利というのは手に入るんだっていうふうに結構誤解されているようなところがあるんですが、木村さんはこの権利と義務の関係についてはどう思いますか？権利と義務の関係ということですけれども、立憲主義国家っていうのは一人一人がまずその人権と自由を持っているっていう前提から出発するんですね。国家を作った段階で私たちはその主権に従うという義務は最低限持っているわけですね。でその義務が無際限にならないようにということで人権があるということになるわけですから、我々はかなり大きな義務を負っている。自民党草案というか自民党の方がそうおっしゃるのであれば、主
権というものに従わなければいけない義務に変わって、まあ、人望多年にわたる努力によって獲得されたした人権というものを捨ててくださいと、結局義務ばっかりになっちゃうじゃんって、こういうことになっちゃうわけです。あ、まあ、僕がいつも感じるのはその義務と権利というのは別にトレードオフの関係というか、あの義務何個やったから権利何個ちょうだいという関係ではないわけですよね。だけど何かこう権利ばっかり与えて義務がないじゃないかっていう方はやっぱりなんか10働かないとその賃金としての権利をもたらされないんだよみたいな発想になると、となると例えばいくつかの義務を果たさない方には権利すら与えられないという発想に当然なってしまう。ある種の義務に関して果たせなかった、例えばお金が払えないので納税できませんって話になると、納税の義務果たせれませんでした。じゃあその部分あの1個の権利チャラにしましょう。何の権利チャラにしますか？社会保障を受ける権利をチャラにしましょうみたいなことが発想としてはそこにつながってしまう。でもこれって結構世の中に流通している考えで、あの働いてないんだから食べられなくて当たり前じゃんっていう形で、働かざる者食うべからずという言葉が間違ってこう使われてしまうみたいな、ね、そうですね。権利は義務とともにあるってよく言われるし、権利と義務は表裏一体と言われるんですけれども、権利というのはまずその保障しなければいけない何らかの理由があって保障されるわけですね、はい、権利というのは誰かに対して何かを要求できるというそういう資格ですから、誰かが権利を持ってるってことは義務を負ってる誰かがまあいるというそういう意味なんですね。権利と義務はともにあるというのは同じ人が権利と義務を同時に負ってなきゃいけないというそういう話じゃないわけですね。何かあの権利や義務が伴うんだっていうフレーズには、まあ、騙されない方がいいというふうには思いますね。